消してしまうと、もう誰も言うことを聞かなくなるでしょう。もう誰も言うことを聞かなくなるでしょう。教会の地下にみんな閉じ込めてきたわ。僕たちはどこにいるの？僕たちはどこにいるの？未来の王国にいるのよ。未来の王国にいるのよ。ここはまだ生まれてない子供たちの国なの。まだ生まれてない子供たちの国なの。ダイヤモンドの青い光が人間には見えない光を照らし出してくれているの。きっとここで青い鳥が見つかるはずよ。この国の鳥は多いはずだね。この国の鳥は多いはずだって。見渡す限り青いのだもの。見渡す限り青いのだもの。なんて綺麗なんだろう。なんて綺麗なんだろう。走ってる子供たちをご覧なさい。走ってる子供たちをご覧なさい。あの子たち怒ってるの？追ってなんかいないわ。追ってなんかいない。ほら、みんな微笑んでるでしょ。みんな微笑んでるでしょ。少し驚いただけなのよ。少し驚いただけなのよ。生きてる子供たちだ。ほら見て、生きてる子供たちだよ。ほら見て、生きてる子供たちだ。どうして僕たちのこと生きてる子供たちって呼ぶの？てる子供たちて、あの子たちはまだ生まれてないからよ。あの子たちはまだ生まれてないからよ。じゃあ、あの子たちは何をしているの？あの子たちは何をしているの？生まれる時が来るのを待っているの。生まれる時が来るのを待っているの。地上に生まれてくる子供たちはみんな、地上に生まれてくる、ここからやってくるのよ。ここからやってくるのよ。みんなその順番を待ってるの。みんなその順番を待ってるの。お父さんやお母さんが子供を欲しいと思った時、あの大きな扉が開くの。ほら、そこの右側に見えるでしょ。そこの小さな階段が、小さな階段。本当だ、たくさんいるんだね。そこはとても深くて、本当にたくさんの子供たちがいるの。本当にたくさんの、とても全部は見えないわ。だって、この世が終わるその時までの子供が全部いるのです。この世が終わるその時までの子供が全部いるのです。誰も数えきれないのよ。誰も数えきれないのよ。背の高い青人たちは誰？背の高い青人たちは誰？あの人たちは地上の管理人と言われているの。地上の管理人と言われているの。でも本当のことは誰も知らないのよ。本当のことは誰も知らないの。人間がいなくなった後で地上に降りていくそうよ。でもそのことについて質問することは禁じられているの。どうして？だって、それは地上の秘密だからよ。他の子供たちにだったら話しかけてもいい？他の子供たちにだったら話しかけてもいい？いいですとも。まずは知り合いにならなくてはね。まずは知り合いにならなくてはね。ほら、ここに好奇心の強そうな子供がいるわ。ここに好奇心の強そうな、近づいて話しかけてごらんなさい。近づいて話しかけてごらんなさい。なんて言えばいいの？なんて言えばいいの？なんでもいいのよ。お友達に話しかけるみたいに話せばいい。話しかけるみたいに話せばいい。握手してもいいかな？もちろんよ。あの子たち、悪いことは何もしませんよ。悪いことは何もしませんよ。そんなに硬くならなくてもいいのよ。そんなに硬くならなくてもいいのよ。私は向こうに行ってますからね。私は向こうに行ってますからね。その方が落ち着くでしょ。その方が落ち着くでしょ。私は青い人たちとお話があるから。青い人たちとお話があるから。青い人たちとお話があるから。
こんにちは。それなん？それなん？